皆様、こんばんは。本日は、ひろきたかしのマンデーナイトライブをご視聴いただき、ありがとうございます。MC を務めます、菅井真彩です。よろしくお願いいたしますえ。本日もご質問につきましては、お一人様一つとさせていただきます。なお、誹謗中傷や、他のご視聴者様に不快感を与える投稿、また同様のハンドルネームでの投稿はお控えください。 不適切と思われる投稿をされたご視聴者様についてはそれ以降投稿を制限させていただきますご了承くださいえではひろきさん本日もよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさあ先週金曜日の株式市場ですけれども日本株そして米国株ともに買い戻しが優勢となりましたがまだやはりそのインフレや利上げの懸念というのが残ってますねそうですねだからなかなかね今日もあのー。 姿はねだいぶ高い時もありましたけどその後その中国の指標なんかでですねあの値を消す場面もあったりこうすっきりね上げきれないというようなあの展開になってますまあそれだけこうあちこちにそのリスク要因というのがですね、えー、ありますのであのー なかなかこう、ね、こう本格的な戻りっていう感じにはならないんでしょうけれども、た、まあ、多分僕はでも、最悪期、一番ひどいところは過ぎたんだろうと、一番ひどいというのは、すなわちインフレが収まらなくて、アメリカの FRB がどんどんこう高橋制で金融引き締めを強化して、金利が上がって株が下がるみたいな、そういうような局面、そういうようなその極端なですね、 あのネガティブなシナリオからはだいぶ脱却できてるんじゃないかなと思います。まあ、それはあの先週出たアメリカの,そのインフレの指標が一段落したっていうね、インフレの伸び率が、まあ、それを受けてアメリカの金利がこう低下している、素直に低下している、そこがやっぱり一番大きいんだと思うんですよね。今回のその株価調整の うんまあ、いろんなこと言われますけども、どうしても市況解説にはいろんなこと書きますが、ただもう突き詰めると、アメリカの長期金利がどん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 上がっていって、アメリカの株が調整を迫られてたっていうのが、あの本質的な動きだと思うんで、それがですね、まあ、来るべき、あの至るべきとこまで至ったと。 いうところで僕は調整完了だと判断してますし、まあ、それがあの先週金曜日、ストラテジーレポートでもそういうようなことを書きました。で、実は明日あのテレビ東京モーニングサテライトに出演なんですけど、その後菅須貝さんの BS でありますけれど、はい、その、あれ、モーサテの方が先ですよね。 猛査手の後にモープラがあと、猛プラですけども、はい、<laughs> そうですね、猛査手に出て、ですねそのアメリカ株の調整は、まあ、これで終わっただろうというお話をさせていただきますので、うん、ぜひご覧ください。その後のの猛プラもぜひご覧ください。<laughs> というでは早速、本日の質問に参りましょう。本日なんですけれども、質問が途中で途切れているものがあります。ね またあの前回です、ね、質問をいただいていてすでに羅針盤の方に回答させていただいたものがありますのでそちらはあの飛ばさせていただきます、はい、では早速いきましょうまずは黒吉弓子薫さんから日以降が暴落しておりますがさすがにこのような株には手を出しづらいですさて医薬品株はいかがでしょうか中外製薬が下がってきていますが買いでしょうかということです。 はいまあ、日以降はですね、これはもう、実は今日の NHK のニュースにもなってたぐらいで、ジェネリックのね、医薬品の四分の一が、4分の1がもうなんか全然今出回らなくて。うんあのー やっぱりジェ,ジェネリックってもう当然のことながら需要があるわけですよね。あの薬価が高いですから、まあ、そういう意味では特許切れのものをですね安くこう製造するというジェネリック薬品というものの需要というのはですね、まあ、非常に強くて、特に日本のような こういうその高齢者がたくさんいる社会では、ですねジェネリック医薬品に対する需要というのは非常に強いんですけども、そのジェネリックの医薬品が全然こう市場に出てこないと、その理由がまあこういう医薬日以降のようなジェネリックメーカーの不祥事なんですよね。これも本当に不祥事によって、当局からですね、いろいろその。 ペナルティをね受けて製造ができなくなななくっっっててしまったっていうようよことなんですですから、まあ当然、その日中こうまあ暴落してて、まあ、こういったところは手が出しづらいですけど、じゃあ逆に他のサいイとかね、他のまだ全然その健全なジェネリックメーカーありますから、そういうところならどうなんだろうと思うわけだけれども、で当然政府からも、 そのジェネリック作ってる医薬品外科に対して増産要請とか出てるんですけどそんなすぐに増産体制できないって言ってるわけですよねだからこう設備もあるしまあなんつったって人員とかもあるわけですよねでまあ本当にそのこれも悪循環で結局その、うんまあ、元を正せばっていうところがそのどこなのか難しいんですけどさっき言ったようにこの日本のような高齢 社会では医薬品に対するその需要が多くてっていうところから僕はお話を始めたわけだけども元を正しちゃえばそういうようなことなんだけど結局それがですねそのコストを抑えなきゃいけないわけですねジェネリックっていうのは当然安く作れるわけだから特許料特許切れのものを作るんだねでもともと薬の製造コストなんてべボぼに安いわけですよで製薬業界って薬薬相場 って言われるぐらいに、ま、くそ倍っていうのは、9の層の倍って意味で、もう本当にその、原材料価格1割で、あと丸々9割儲けみたいな、そういう意味なんですけどもね、ものすごいその、利益率の高い商売なんですよ、あの製薬業界って、原材料費が安いんで。ただね、やっぱりそうは言っても、薬作るにはいろんな人件費とかかかって、で、うん、そういうところがですね、やっぱりその、 過労っていうんですかね、オーバーワークの問題で、その本当に人為的なミスで、検査ミスとかですね、本当にそういうのが起きちゃうわけですよね。でもそれってやっぱりこう、う薬だと命に関わるっていうんですぐやっぱり過剰なペナルティになるという、その、まあ、いたちごっこっていうか、悪循環みたいなところで、まあ、こういうその、うん、日以降のようなジェネリックメーカーのートラブルっていうのが問題にはなってるんですよね。 でまあそのそういった意味じゃ、えー、と他のジェネリックいけるかっていうとなかなか難しいとで,でご質問の中外はどうかってこれ中外ってのはすごくよくって日本の製薬メーカーではすごくその得意なポジションにあるわけですよねロシュに売った言ってみれば外資に買われた銘柄なんだけどでもそのまだ自治権というか。 あのブランドも中外でやってるし経験とかあって、資本だけが外資っていうロシュっていうね、極めていいその、まあうん、資本結合のあり方でやっているメーカーで、僕はもう本当にすごく評価しているところなんですね。いいい株だと思います、はい、続いて、ピース君大好きさんから、いつもありがとうございます。 グロース株が本格的に上値を追っていき、戻すとしたら何月ぐらいを想定しますか、しばらくはアメリカの長期金利の影響により、上下動が激しいままでですすかとということです、はい、それが、まああの、さっき言ったその、長期金利もね、僕はアメリカの長期金利、これ、ピーク打ったと思ってるんですよ、ここで。で、それはまだはっきりしなくて、まあ、僕はピーク打ったと、ここで言っちゃってますけど。 それ確認できるのは、あと1ヶ月、ここから1ヶ月で確認できると思います。あのー、ちょうど1ヶ月後にアメリカの6月の FOMC がありますけども、それまでにもう1回 CPI、PPI の発表があって、えー、そこ、それが出てくると、まあ、インフレ率の伸びの鈍化っていうのも、そういうインフレ指標で確認できるだろうし、その前に多分市場が先走って、 金利低下株高っていうのがですねこの1ヶ月間に起きるんじゃないかなと。で、それを6月の FOMC は事後ツインするような格好でね、うん、あのフェドのスタンスがもうこれ以上高いにならないっていうような格好になってくる。で、それが出てくると見込んで市場が先走るのがここから1ヶ月じゃないかなと思いますので、あの、 そういった意味では何月ぐらいっていうのはここからですよね、5月の後半から6月の前半、ま,あ、まさに今、はい、まさにこれからだろうなというふうに申し上げておきます。はい続いて、のぞみんさんから、高橋先生、ピース君、ラブちゃん、こんばんは、マーケット展望を見ました海運株はこの先どうでしょうかということです。はい、えー、ピース君、ラブちゃんまで言ってくれて、本当にあの,のぞみんさん、いつもありがとうございます。えー、っと、 海運株はこの先どうでしょうかうーん、まだ行くんだろうと。つまり、やはり、特需だろうが、なんだろうが、利益が巨額に上がっちゃってることは事実なので、まだあと半年は買っていくんじゃないかなと思いますね。問題はその先で、そうするとさすがにこの特需が剥げ落ちるってことになると、 まあ、あの異常な利益もそろそろ終わりっていうこと、終わりの始まりっていうのを見始める、まあ、全く分かりませんけれど、土カンでいうと、まあ、賞味期間はあと半年ぐらいじゃないかなとは思います、はい、続いて、小田さんから、米国10年国債利回り、2年国債利回りが一時的にゼロ以下となったものの、その後はプラス圏で落ち着いているように見えます。 このような状況でも、イセッションを警戒すべきなのでしょうかということです。あこれね、この間、羅針盤に書きました。えあのー、なんか、今日の質問って、先週の質問とこう、ざってるような感じがあるかなって気がするんですけど、これ、羅針盤に書いたので、はいはい、小田さん、ぜひ羅針盤、お読みになっていただければと思います。簡単に答えると、その、イールドのこのスプレッドで、 あの判断するっていうのはあんまりよくなくて、よくこういうのってメディアとか言うんですけど、逆イールドになるとリセッションになるとかですね、必ずしもそういうことじゃないし、因果関係は特にないわけですから、あんまり禁止されない方がいいですね。で、特に最近のように、その非常に金利の読みが難しいときはですねあの、じゃあ10年、2年のこのスプレッドがね、あの長短イールドで、 リセッションとかね、単純なその水量っていうのは絶対やめた方がいいので、もうここはもう、こういう考え方は無視した方がいいと思います、はい、続いて、悩んでいるタールジンさんから、こんばんは、今回のようなインフレ対策のための金融引き締めによる米国株下落は予測できますか、もし予測できるのなら、投資家としてどういう対策を取るべきなんでしょうかということです。 うんと、と質問の意味が難しいんです。あの、取りづらいんですが、今回のようなインフレの対,しインフレ対策のための金融引き締めによる米国株の予測、下落は予測できますか、えー、株価の予測はできないっていうのが一番のスタンスで、えー、難しいんですよ。ただ、 あのインフレ対策のための金融引き締めっていうところがまた厄介な話になっているので、余計に難しいんですけど、金融が引き締められたら、うん、株価はどうなるかっていうと、まあ、基本的にはそれは逆風が吹くわけですから、当然株価は下がるわけですけども。 でもまあ僕がいつもグラフや資料に出してる通り例えば2000年代前半のね2004年からの利上げ局面17回連続でフェドが利上げしても株が全然下がらないで上がってったし前回も 利上げ再開後、2015年の末に1回上げて、その後2016年から上げていったんですけど、その時もずっと株高が続いてたわけですから、金融引き締めイコール株価下落ではないということなんですよね。だから今回、この悩んでるタールジンさんのご質問のように、今回はインフレ対策の金融引き締めだから、過去とは別物だろうというような。 ことになって、またその余計な情報が入ってくるから、えー、予測しづらいのは確かなんだけど、ここのところをし初期のところでいろいろそういったものをもう織り込んじゃってますから、基本的には、フェートの金融引き締めイコール株価下落にはというふうに捉えるべきじゃないんだろうと。だからあくまでも先ほど からずっっと言ってるように長期金利がどうなるか、それで株価っていうのを考えていくべきだと思うので、ご質問ではそれは予測できるか、予測できないなら投資家としてどういう対策を取るべきかということなんですけど、予測っていうのはもう結局できないんですが、それに対していろいろなあの対処法っていうんですかね、シナリオを考えて。 それで対処していくってことができますから。で、まあ、あの、今回はインフレインフレばっか目がいっちゃってるけど、実はそうじゃないっていうところがね、あの、ポイントで、まあ、ちょっとこれを話すとすっごい長くなっちゃうんで、もうここら辺でやめますけれども、あの、なので、簡単に答えるなら予測はできない。予測はできないので、臨機応変に、 ちょっとした。そのスタンスで軌道修正していくしかないんですよ。ということです。はい、続いてアッパさんからひろきさん、ピース君こんばんは。私は2倍株を探して1年くらい保有するのが好きなんですが、昨年の海運セクターのように今年年内で暴騰するセクターはどこがあると予想されますか？ということです。これさっき開運のところでもコメントしたように海運っていうのはあのー。 コロナの、その、特需というか、それで需要、需給バランスが全部崩れた、まあ、異常値なんですよね、海運主教が。あの、それがまあ、その、特需だし、異常値だから、剥落するだろう、剥だるく、落するだろうと言われ続けて、全然海運主教が高止まっちゃってるので、ここまで利益が、もう、 大幅に伸び、引っ張られたっていう、まあ、いわば、なんつったらいいんだろうね、そういう、その、副産物っていうかね、あの、企業利益、企業努力による利益じゃないわけですよね。簡単な話言っちゃうと。まあ、棚ぼたなんだよね。はっきり言っちゃうと。あの、ただ、それでも利益が出てることだっ。 出てるじゃないですかなのであのー、世の中ある意味その運も実力のうちって言いますけれどもあのーまあ、こういうと本当身も蓋もないけれど成功するかしないかってすごく運の要素が大きいですよね。 すっごい頑張ったから、すっごい一生懸命努力して頑張っても報われない人もいれば、全然別にその、運だけでね、ラッキーだけでそこまで行っちゃったっていう人もいるし、成功する成功しないって、その運の要素がものすごい大きいんですよね。だから、まあこういうこと言うと本当に身も不ともないんだけど、今の開運株っていうのはラッキーだったっていうことですね。 あのだコロナがラッキーにつながっちゃったって意味ではそのあんまり手放しで喜べない部分もあるんだけど、うん、でもまあそのコロナパンデミックのおかげであの員主教が高騰してるのは事実なので。 でまあ、それが剥落するって言われながらも、ここまで続いてるっていうのが今の海運指標です。で、ご質問の通り、じゃあ、昨年の海運セクターのように、今年年内で暴騰するセクターはどこにあるかってこれ読めないんですよ。さっき言ったように、ラッキーだから。うん、コロナによるその棚からぼた持ちで、海運指標が暴騰して、高騰して、未だに高止まってるっていう話なんですよ。 だとするとね、あのー、今後年内で考えるとすると、その逆でしょうね。コロナが収まって、あのー、リバウンドするっていうことを考える。だとすると、コロナで一番傷んだ、あのー、セクターでしょうね。まあ、空軍であるとか、陸軍であるとか、そういう旅行業とか、ね、そういうアナとか JAL とか JR とか、そういうようなものが、まあ、そのコロナが収まったんだ。 ということで戻るっていうのにかけるそれがやっぱり冒頭するっていう意味ではそういうことなんじゃないかなとは思いますよ、はい、続いて武藤さんからです今年になってからのガーファムの下げがひどいですアマゾンがマイナス44%メタがマイナス 51%SP500 に投資をしていますが去年の利益が帳消しな状況です年の後半になるまで反撃はないのでしょうかということです、えー と先ほど来から言っているように、この1か月で金、えー、利環境が変わる可能性というのは十分あるので、そこからもう一回、こういうグロース株の巻き戻しというのは起こ,起こる起点になる可能性があります。この1か月というのは勝負だろうと思います、ねはい、で続いてのレオンパパさんのご質問は、羅針盤の方に回答してあります。続いて、J、クッキーさん オリエンタルランドが4月27日決算発表の翌日、ご多分に漏れず、2225円安の19775円に急落。その後、出来高を伴い下降5月10日、今年最安値、17200円。直近高値から30%の下げ。23年3月期は大幅増益を見通しです。急落の原因。 ここの水準はは買いではということとうです秋口には2万円回復しますかということですね。そうですねさっきの今年冒頭する銘柄でそのコロナで傷んだ銘柄のリバウンドということであのクーン、ジャルとかアナとかってあげましたけどオリエンタルランドってそこに入らないんですよね。つまり当然そのコロナでこういうエンターテインメント産業っていうのは 大打撃を受けて、で、かつそのインバウンドの人たちが来なくなっちゃったもんだから、なおさらダメになっちゃって。で、もちろん、あの、一番売られた、あの、銘柄一つはあったんだけど、一部屋が戻っちゃってるわけですよね。ではそれだけその、オリエンタルランネルに対する、その、見方っていうのがすごく強気で、 あのここはもう別格だろうという話になってで、もう別に海外からインバウンド来なくったって、国内のリベンジ消費で全然やっていけるよねとかね、そういうその圧倒的な存在感であの、買われちゃったんですよね、ここは。だから他のいわゆるコロナで傷んだその銘柄とは違う値動きですごくまあ投資家の期待も。 強くてまあ実際問題その通りの企業なんですけど逆にそういうその期待が強すぎた分、うん、これだけの決算出してもそれで売られちゃうっていうねすっごい皮肉なんですよねでそこにまあ、ちょうどそのある意味こうグロス株の調整のピークが重なってたから海外でねあの アメリカでナスダックの急落とかあった、その金利が上昇する、そのところにぶつかっちゃったこともあって、まあ、相当売られたわけですね、グロース株として。だからちょっとこれはさすがに売られすぎだと思うんで、まあ、この水準には買いであるし、秋口にはまた再び高値を取りに行くと思ってます。はい 続いて、高橋さんからです。日銀の利上げは来年以降ですかということです、うん。もちろん来年以降ですね。はい、え続いて、タクさんから、オリックスなど優待を廃止する企業が多いですが、どう思いますかということですうん、まあ。優待自体は僕はずっと否定的だったので、あのーまあ、いい動きじゃないか。あのー まあ当然の動きだろうなと思いますが、まあ、オリックスって勇退のすっごい魅力の銘柄なんですよね、実はね、うん、あのギフトカタログみたいなのをてすごいいっぱいいろんなのを選べて勇退があのオリックスの魅力の一つだったりもしたんでねやめるんですかオリックスもそれをそうするとちょっと株価的にも厳しくなるのかなはい。続いて中さんから 日本株 PER が米国株より低いので買い時という論もあるが ROE が低いので PER も低くて当然という論もある。ひろきさんは今株を買うなら日本株と米国株のどちらだと思いますかという,うえっとうん、まあ日本株かな。 という気がします。はい。確かにあおっしゃるとおり、日本株の方が割安だと思いますね。ただ、まあ、その、単純な PR の低さだけじゃ決められないっていうのもね、ここでお書きになられてる通りで、あのー、じゃ PR が低くきゃ割安だからいいのかっていうと、そういう問題じゃないんだろう。 っていうのがあの根本的なところではありますよね。やっぱり企業価値、その企業価値を上げようとしている企業の多さとか、その熱量の違いとか、あるいはそれをサポートする国や社会のあり方とかって、そう考えちゃうと、どう考えてもアメリカの方が、そのキャピタリズム、資本主義、 株式投資にとって環境という点ではですね、もう全然日本が逆立ちしてもかなわないような、もう一番簡単な話はベースボールですよねあの。野球、日本のプロ野球とアメリカの大リーグの違いですよ。やっぱり大谷翔平選手だとか、みんなアメリカの大リーグで活躍したいと思ってアメリカに向かうわけですよね。ゴルフにしたって松山秀樹選手とか あるいはまあ女子だってみんなね、渋野さんとか、みんなそのアメリカのツアーを目指すわけです。ゴルフにしろ、えー、野球にしろね。それと同じようなことだと思いますよ。全然その国としてのその持っているメカニズムというか、器というか、土壌というか舞台が全然違うんで、そういう意味ではやはりその、 アメリカ株にはもうどう考えたって逆立ちして勝てないんだけどただねその市場全体っていう話になってくるとまたちょっと違ったりで個別銘柄ではじゃあどうなんだろうって話だと個別はね結構勝負できるのがあったりとかねそこがまたね株の面白いところで圧倒的に野球とかゴルフとかじゃ勝てないんですけどそういうツアーとか リーグとかの格ではね、個々の銘柄では、意外や意外、あの、ガーファームにも負けないような、実はいい銘柄もいっぱいあったりとかしますからね。あの、だから結論から言えば、どっちもお買いになられたらいいと思うんですよ。僕自身そうしてるし、ということです。はい。続いて、泣き砂さんからです。 中国景気減速や米国インフレを織り込んでいけば株価は上昇するのか、それともそれを超える何かがない限り、さらなる上昇はありえないのかということです。まあ難しいご質問ですけども、まあ、もちろんそれを織り込んでいけば株価は上がるということだと思いますね。<laughs> えーまあ、それを超える何かというのは、まあ、最終的に企業が利益を稼ぐということですけどね。はい え続いてのご質問、キツツキさんから、これももしかしたらラシンバの方にご回答いただいているかもしれない。前回もいただいたご質問なのですが、んはい、お答えできなかったものになりますね。年内に米国株が15%程度下落する時期があるなら何月ですかその時、えー、ルミナーテクノロジーズやユニティソフトウェアを買いまそうと思いますが、この買い方は危険ですかということです。 15%程度下落する時期があるなら何月ですかって、いや、そんなことはわからないでしょ。いそんなのがあったら大変なことですから、うーん、まあ、ないと思いますよ、年内に、うん。いや、あるかないかはわからないけど、単月で15%下がるとしたら人中じゃないですから、はい、そんな月はないでしょう、うと思います。はい。 え続いて、まっちゃんさんからいつも楽しくしく視聴ております日本電産に長森さんが復帰したのに株価がさえないのは中国のロックダウン自動車工場や日本電産の工場の生産停止のためで中国のロックダウンの解除とともに株価は上向きに変わるでしょうかといういいいいやそういう問題じゃないんじゃゃないかななんかって気がす。るんだよねあのー 日本電産に長森さんが復帰したのに株価が冴えないっていう、そこがまず問題で、そう捉えるんですかっていうところがまず問題で、うん、じゃあ日本電産に長森さんが今までいなかったのかって言ったら全然そうじゃなくていたんだよね。そうですね。ね。 前からずっといたわけで、実態は何にも変わってないわけですよね。だから CEO を関さんに任せてたけど、やっぱダメだ、お前変われっつって、またわしがやるっつって、こう言っちゃったわけだよね。だから、後継者を育てよう、後継者を育てようと思っても、全然うまくいかないわけですよ。で、まあ、別にその、今はいいですよ。今はいいんですが、 あのそれだと日本のこういう創業家からのバトンタッチがずっと進まないまま、これもまた日本企業の特色なのかっていえばそれまでなんだけど、アメリカは全然違うじゃないですか、全部そのガーファ a ムでさえみんなねあの、マイクロソフト、ビル・ゲイツからあの、アマゾン、ジェフ・ベゾスから、みんな、まあ、スティーブ・ジョブズも死んじゃって。 ティム・クックへっていう、全部そのガーファムで、全部創業者からあの次への世代のバトンタッチがこう、うまくい、あのー、っているアメリカの企業っていうものに加えて、日本はソフトバンクの孫さんにしかり、ユニクロの柳井さんにしかり、日本電産の長森さんにしかり、全然後継者は育てられないままなんですよね。<laughs> こういうのでいいのっていうのはどこかにあるんだと思うんですよね。 えー、だからこれは決して日本電産の,の株価っていうのはその中国のロックダウン云々の話じゃなくてもうちょっと本質的なとこかなって気がしますけどねはいではそろそろお時間となりますので最後の質問にさせていただきますすから日本株のの今後の見通ししをお願いしますといまととうことです。 えっとまあ、アメリカの調整もこれで終わりで、えー、さっきから言っているように、ここから1ヶ月、6月の FOMC までがちょっと正念場ということになると思うんですけど、ここでまた使用目が変わってくると思います。で日本株、き日う、昨日のの新聞にあった通り、今回の決算発表の集計が出てましたけど、 4年ぶり過去最高益更新ですよね。だから企業業績が最高益なのに株価が最年。要はそれだけ割安になってるってことなんですよ。だとするとここからこの割安修正っていうのが多分捉えられていくことだと思うし、えー、外国人の目線からしてみるとこれだけ為替が安い通貨が安い円安じゃないですか。 で、企業業績は過去最高。でも株価は全然割安。PR のようなバリエーションも低い。通貨も安い。外人の目から見たらね、日本株ってすっごい安く見えると思うんですよね。でそういう意味では外国人の会が、まあ、どのような形で戻ってくるか。それに注目だし、そういう意味では、その、一つの大きな懸念だった政権、岸田さんが、 インベスイン騎士だと言い始めたこの方がちょっと大きな転換点だと思ってるので、まあ、ここからね、あの年後半の日本株ちょっと期待できるんじゃないかと思います。はい、ありがとうございます。それではお時間となりましたのでここで質問を終了させていただきます。本日も広木隆之のマンデーナイトライブをご視聴いただきましてありがとうございます。終了後にアンケート画面が表示されますのでアンケートの回答のご協力をお願いいたします。 また、YouTube でのご視聴のお客様は、動画下の説明欄にアンケートの URL を掲載しておりますので、そちらをクリックしていただき、ご回答ください。え恐れ入りますが、21時45分ごろに回答を締め切らせていただきます。ご了承のほどよろしくお願いいたします。では、ひろきさん、本日もありがとうございました。どうもありがとうございました。また次回お目にかかりましょう。さよなら。